放送席、そして西武ドームの皆さん、ヒーローインタビューです。まずナイスリリーフでプロ初勝利をマークしました大石投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初勝利、どんな思いですか？いや、もう本当嬉しいですね。はい、まあ、去年は投げられなくて、今年11試合目、振り返ってどうでしょうか？そうですね、まあ、まだ、まあ、あまりチームの勝利に貢献してないので、まあ、正直あまりいまいちな感じですけど、まあ、今日は本当勝ててよかったなと思います。今日は登板の場面は2点立ち越された後のリリーフになりました。どんな気持ちでマウンドに上がりましたか？そうですね、まあ、点差負けてたんで、まあ、とにかくこれ以上点差を開かないように、まあ、どんな形でもいいんでゼロに抑えようと思って投げました。今日は若いピッチャー同士の先発でした。どんな思いだったでしょうか？そうですね、まあ、特に、まあ、頑張ってるなと思って、はい、そうですか、はい。はい、2連敗の後、かなり厳しい状況での3戦目だったんですが、試合全体を通してはどんな印象でご覧になってました？まあ、2連敗してたんで、まあ、どうしても今日は負けれない戦いだと思ったんで、まあ、どんな形でも勝てればいいかなというふうには思ってました、ね。さあ、これでですね、オールスターまであと8試合という状況になってきましたが、この後、どんなピッチング、リリーフ陣見せてくれますか？そうですね、まあ、僕以外のリリーフピッチャーもしっかりしてるんで、まあ、あと僕もしっかりそれについていけるように、まあ、ちゃんとピッチングできればいいかなと思います。ファンの皆さんに一言お願いします。まあ、まだこれからシーズン長い、まだあるんで、まあ、これからも応援の方よろしくお願いします。プロ初勝利の大石投手でした。おめでとうございました。続いては追加得点の2点タイムリーヒット、クリス・カーター選手です。ナイスバッティングでした。Thank you. あの場面はですね、1点勝ち越した後、どんな思いで打席に入ったんですか？ I was thinking that we had a chance to win this game. The captain, Koriyama, got that nice double.And my heart was beating fast. I wanted to help the team. And then when they hit our best player, Nakajima, I said, I'm gonna return the favor and hit the ball as hard as I can. まあ、栗山選手の二塁打で、打点を上げて、でこれはチームが勝てるなと思いがありました。でどんどん心拍数が高くなって、中島選手に、俺は打ってやるんだっていう一言を言って、打席に立ちました。カーター選手、今シーズン、まあ、日本に来てですね、怪我などもあって苦しい時期がありましたが、7月から毎試合こうヒットを打っています。今の状態はどうなんでしょうか？ Yeah, yeah. It's been tough coming back, and I'd like to thank the Lions organization, the trainers, my wife especially, and my family. And it's really an honor to wear this uniform, and I think now we have a chance to win the playoffs.まあ、苦しい時期が続いたんですけども、まず西武球団に感謝したいのと、ファンの皆様、それからチームメイト、そして奥さん、家族、皆さんに感謝したいと思います。こうやってライオンズのユニフォームを着れて、プレーができて光栄に思っています。さあ、そして、ファンの皆様にもですね、いつも笑顔で対応してくれているカーター選手です。ファンの皆さんにメッセージお願いします。ディシキレイ、ライオンズファンス最高。ありがとうございました。最後は日本語でクリス・カーター選手、まあね、うまく言いましたよ。ライオンズファンすごく伝わりました。ライオンズ中田さんが教えたんですか？ライオンズファン、いや、なんか本人がですね、何かファンにメッセージをね、日本語で言いたいんで何か教えてくれと聞かれた時はあったんですけど、その時アドバイスしたことがありましたけれども、いや、これ来ないでくれました、クリス・カーター選手。そしてプロ初勝利、大石選手も、まあ、本当にいろんな思いがあっての今日初勝利ということになりました。そうですね、本当僕らとかでは想像がつかないぐらい、大石投手からすると苦しいんだと思うんですよね、はい。この初勝利っていうのをきっかけに
ますますまだまだね、まだまだだと思います、はい、まだまだいけるピッチャーです、ただ今日の大石投手のこのピッチングを見ていると、かなり大塚さんも球速表示よりこう勢いのあるストレートだと僕はそう感じましたね、球持ちっていうか、はい、自分の大体この辺で投げたいなっていうところで指が切れてると思いますね、これがですから大石投手の持ち味、ストロングポイントでしょうから、僕はストロングポイントで、あと球速が、ね、3、4キロ上がってくれば、はい、バッター対応するのものすごく難しいピッチャーだと思いますね、